はい、皆様こんばんは、竹雄でございます。今日一日ですね、部屋の大片付けをしましてね、まあ、季節も変わりますしね、フレッシュな気持ちでねお送りしております。で、後々気づいたんですけども、これからシャーシを削るのにまた散らかるやんと、思いました。掃除は計画的に、はい。というわけで、今回はですね、前回やりましたこちらのじゃん、この MA シャーシの、まあ、前回ね、前後バンパーを取りましたけども切りましたけども、今回は肉抜きをねしていこうと思います。はい。で、肉抜きするとこ、まあ、電池の下、電池の下ですね、とここの、真ん中の辺、この辺を、しようと思います。はい。では早速やっていこうと思います。はい。では早速やっていきますが、今回、使うね、工具ですね。まずこちら2ミリかでは3ミリのピンバイスですね。はい。ちょっと細めのピンバイスを用意しておきます。はい。これでやっていこうと思います。はい。まあ、一番オーソドックスな方法でね、肉抜きしていこうと思います。取れない、間に入って取れない、はい、オーソドックスな方法で肉抜きしていこうと思います。まあ、これでね、一気にガーってやってもいいんですけど、事故率が高いので、はい、今回は使いませんね。こっからね、まあ、手だけだとかなりきついと思います。はい。まあ、穴開けていくのもね、まあ、ぐる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 力いますからね。なんで こそリューターなどが必要かなと思います。まずですね、穴を開けたい感覚にですね、このリューターで穴を開けていきます。で、最後に、点と点を線にするようなイメージでやっていこうと思います。はい。まずね、じゃあこっち側をやっていこうと思います。いきます。はい、こんな感じですね。穴を開けていきました。で、逆側もね、同じように穴を開けていこうと思います。はい。はい。逆側も開けていきました。そして、あとこの真ん中のとこですね、ここも開けて、ここも開けていきます。で、こっちはちょっと、狭いのでね、この細い方のピンバイスでやっていこうと思います。これは2ミリかな、こっちは2ミリです。はい、いきます。はい、開けていきましたね。もう穴だらけになりましたね。で、これをですね、この線に、この穴に合わせて、カットしていくわけですけども、はい。ここでね、まあ、方法が2通りあります。まあ、ここの間をニッパーでパチパチ切っていく、ね。それも方法ですし、まあ、こういうリューターが、あるならですね、多少横着が、できます。どういう風な横着かと言いますと、はい。まあ、このピンバイスのままでいきましょうかね。いきます。はい。いきます。はい。こういう風な横着でございます。まあ、行き過ぎ注意ですけども、はい。まあ、この後、ね、綺麗に整えますんで、こんな感じで一気にやってしまってもね、いいと思います。はい。これが横着です。はい。では片方もやっていきますね。はい。
両方とも行きましたね。じゃあ、問題のここなんですけど、ここはちょっと怖いので、はい、ちゃんと正規の方法と言っていいか分かりませんけども、ちゃんとこのニッパーでね切り取っていこうと思います。はい、だいぶ大まかに切り取りました。で、ここから、まあ、整えていくわけですけども、はい、ヤスリを使います。で、ここはね、よく削れるヤスリがいいので、僕おすすめするのはですね、はい、こちらの、タミヤさんの、ベーシックフィルセット、まあ、タミヤさんから出てますベーシックヤスリセット、中目ダブルカットってやつですね。これがかなり削れやすくて、太さもちょうどよくていいです。よく削れます本当にね。100円均一のものも、まあ、全然削れるんですけど、全然削れ方が違うので、これはおすすめです。はい、では削っていきますね。はい、削ってね、面をこの粗すぎる、面を整えていきます。はい、よし、いきます。削りました、かなりね早送り時間が長くなりましたけどもね、はい、ある程度削りましたね。役側もやっていきますけども、さすがに長いのでね、カットします。では削っていきます。はい、はい、左右両方とも削りましたね。はい、まだかなり粗いですが、で、あと真ん中ここですね、ここも綺麗にしていこうと思います。削ってばかりですよ前回からね。はい、削っていきます。はい、ここまでね削りましたね。なんとか、形は整いましたね。はい、で今回はですね、この、横のこの後ろらへん、ここに切れ目、入れてしまいたいと思います。まあ、ちょっとでもねじれてほしいというので、ここをね切りますけども、僕はもともと切らない派でしたね。切らない派だったんですけども、まあ、なぜ切らなかったかと言いますと、ここを切るとですね、シャーシが反ってくるんですよね。なので、まあ、車速が、出にくくなるというのがあるんですけども、ここ最近、モーターをね、作り方をちゃんと覚えましてね、しっかり回るモーターを作れますので、ここを切ってね、ちょっとでも入りやすくしようということで、こちらの方を切ってしまいたいと思います。ではね、切ります。もうね、後ろの方でねお願いしますね。前の方はちょっと電池関係でやりたいことがあるのでね、はい、後ろの方でいきます。せーの、ほい、こっち側も、せーの、ほい、おっと、はい、切れ目入れましたね。で、ちょっとね角を落としときまして、ね、逆方向いきますね。同じ位置に行きます。せーの、せーので、ほい、で逆も行きます。せーの、ほい、ね、切りましたね。はい、でこれもね角を取ってきます。こんな感じになりましたね。こんな感じになりました。だいぶね、柔らかくはなりましたけどもね。はい、ではこれで、あとは整えていく作業ですね。はい、今回整えていくのはですね、こういう風なヤスリスティックっていうのがね、おもちゃ屋さんとかで売ってますので、これを使って、アラを整えていこうと思います。前回の爪磨きはねここに入らないんで、これでいきます。はい、まずこれで軽く取っていきます。
あと軽く整えるのはね、こういう風なあの包丁磨きも結構個人的にはおすすめです。はい、であとこういう風な、小ヤスリスティックみたいなのもありますんでね、これも細かいところではこれが便利です。はい、肉抜き完了いたしました。はい、今回はねこの形でいこうと思います。ちょっと汚いですけどね、こんな感じです。はい、横から見るとこんな感じと、こんな感じでございます。はい、ちょっとね細かいところアラが目立つんでね、アラが目立つというか細かいところがね、まあちょっと綺麗に仕切れてないんですけども、はい、この辺はねおいおい整えていくとしまして、こういう風な形になっております。はい、で今回はねこれで終わりにしたいと思います。次がですね、まずタイヤを作りたいと思います。これに履かせるタイヤね、を作りまして、でタイヤつけてギアつけて、駆動完成みたいな感じでの流れにしたいと思いますんで、今回はね、これで終わりにしたいと思います。次回はおそらくタイヤを作ります。はい、はい、ここまでね、今回は仕上げました。はい、まあ、ネットなどを調べてますとね、ここもねグイーンって抜いてるっていうね、やつもありますけども、僕はやったことがないのでやりません。はい、まあ、先ほど言いました通りですね、次はタイヤを作ります。まあ、なぜタイヤから作るのかと言いますと、まあ駆動、まあ、ギアを次やろうとしたんですけども、まずギアをつけるにはこれまずタイヤ必要じゃねえってことになりましたんで、まずタイヤを作りたいと思います。はい、目標としましてはね、まあ、小径タイヤで行くつもりなので、24mm のペラタイヤを作ろうと、しております。ですのでね、まあ、次はタイヤを作ります。はい、よろしくお願いします。というわけで今回はですね MA シャーシ肉抜き編でございました。また次回お楽しみに。以上です。